じゃあ、というわけで、一応 MC バトル番組なんで、うん、最後に、うん、MC バトル大一番という。MC バトル大一番、おすすめ MC バトル。ありがとうございます。はい。で、ですね、もう結構僕、バトルの、その、まあ、ほとんど有料会員とかだったりとか、バトル DVD 自分で買ったりとかして、結構見てるんですけど、その中でちょっと2人にも、まあ、ゲストと柳武さんに見てもらいたいっていうやつ、うんうん、なるほど、毎回ちょっと紹介しようかな、うんうん、まあ、MC バトル、戦後の MC バトル、公式ちょっと見てるし、これ見てくれってやつを紹介しようと思うんですけど、今回は、ザ・バトグランドチャンピオンシップボリューム4、2011年4月2日に行われた、今もザ・バトって行われてるんですけど、今はまあその年、年間通してやって最後にグランドチャンピオンを決めるみたいな感じでやってるんですけど、最初の頃って年に1回だけやってる大会だったんですよ。で、最初はボリューム1とかってなんかほんとすごいなんか外人バーみたいなところでやったらしいんですよ。で、徐々に大きくなっていって、これはボリューム4で、下町の方で予選と本戦を分けてやったんですよね、うん、で予選が2011年の3月5日にやって、うん、で、まあ、本戦が2011年の4月2日にやってるんですよ、うんうん、ちょうど3月11日のなるほど震災をまたいでやってて、まず、日本中予断を許さない状況の中開催された MC バトルザ・バトル2011年の大会ってあって、まあ、僕も初めてこの時ザ・バトルに行ったんですけど、ちょうど行ったんですけど、まあ本当にそのもうちょうどその時も戦慄とかもやってて、割と UMB とかもちょっとずつその一般化してっていう中だったんで、結構ザ・バトルは見て非常に新鮮なというか、うん、もう当時からボディタッチありだったんですけど、うん、この時のやっぱりザ・バトの雰囲気っていうのはもうお客さんももうさっき女の子とかいろいろ入ってて、女の子が、まあ、いるにはいるんですけど、うん、もう結構もうなんだろうな、こうギャル系というか、うんうん、そのギャル系のもう女の子で、うん、全然普通の感じじゃなくてギャル系の女の子、うん、でもうなんか雰囲気的にその、うん、もうこれどうなのみたいな雰囲気の大会の中でやった大会で、うんうん、でその中の最もその第一部の工事考えで大物議を醸した準決勝、うん、第2試合、うん、ゾーン・ザ・ダークネス、うん、まあ、現在ゾーンですね、うん、ゾーン・ザ・ダークネス VS 母の子宮をちょっと見てもらって、はい、2人で感想を言い合おうと思います、うん、じゃあどうぞでいいですかね、うん、どうぞ。おお、えー。すごい雰囲気だね。そうなんですよ。なんかこう、なんていうのかな、殺伐と、なんかちょっとガチっぽい雰囲気が。ガチっぽい雰囲気で、うん、だからなんだろうな、結構その、これ結構母の子宮が当日すごいアウェーだったんですけど、うんうん、まあその下町メンバーじゃないし、結構その、馬頭っていうメンバーがその、割とこうハードコアなメンバーが多い中、結構その割とナードなキャラで、うん、ちょっと相手を茶化しそうなスタイルでずっと勝ち上がっていたハード子宮が、うん、このゾーン戦で一気に爆発したっていうか、うん、そのもうその当時下町のもうフットスターというか、うん、もうプリンスですよ、うん、下町のプリンスだったゾーン・ザ・ダークネス相手に、うん、見た目もそうですもんね、うん、もう全てがそうですよね、うん、そうもうオーラがあって王子存在のゾーン・ザ・ダークネスにおいこらみたいな、うん、おいこらじゃない、うん、おいおいおいみたいなとか途中でそのゾーン君がバーンってボディタックルした後も、うん、それ普通だったらそれビビるのに、うん、そんなアウェーでバーンってタックルされてビビるのに、うん、母の子宮が、まあ、バトルこれボディタッチありなんで、うんうんうん、ゾーンがラップしたりジャンプしたりとか、うんうん、結構だから母の子宮って、うんまあ、知ってる方だと思うんですけどそのあダミ声でグワーって幕下ってて、うん結構規定列なスタイルみたいな印象があるんですけど、はいはい、でもリリックだけ聞いてると、うんまあ、僕も去年一緒にアルバム作ったでは、うんそうねまあ、よく分かるんですけどやっぱそのロジカルはすごい、うん、あ実は一番ディスにおいてのロジカルみたいなお前はここがダメでここはこうだから俺よりここがお前を劣ってるみたいな落とし方はすごい、うん、結構正統派っていうか、うん、なんかいつもやれる子なんですよ、うん、で
ただあのキテレツな感じでごまかされてるけど、うん、だから実際あの風呂を取っ払うと結構そう、うん、内容で見てもちゃんとしっかりしてる、めちゃくちゃ論理的に攻めてくるからすごい強いんです、強いしかっこいいし、うん、なんかでそこれがやっぱりこのバトっていう場所でやっぱ一番お互い際立って、なるほどね、いやでもまさに多分本当そんな感じで、だから本当はさホームだし、うん、しかもゾンクも相当ね素晴らしい勝つ、うん、まあ、結果として勝つんだけど、はいはいはい、その言ってみたら圧勝してもよかったわけじゃん、そうですね、でもそこにその母子くんがあの大前線をしたっていうことだからね、でなんとその前線の理由もさやっぱあのみんなさ地元で当然応援するんだろうけどしても多いんだろうけど、やっぱあのキャラクターとあの独特な雰囲気が、うん、なんていうのそこにすごく迫れた瞬間っていうのはさ、なんかやっぱり単純なスキルもあれだけどやっぱその雰囲気を作るのが上手ってことなんじゃないかな。そうですね、だからまあ母の子宮はでもいつも結構そういう雰囲気を作るのは本当にうまいですよね。前ですね、うん、だって言ってみたらそのさじゃあキテレツっていう、まあいいか、まあ、俺も何つっていいかわかんないけどあの感じをちょっとやっぱすごい不思議、うん、でさ言ってみたらさ そこも好き嫌いは分かれると思うんですよね。そうですね、うんうん、でも、うん、なんか引き込まれちゃった部分もやっぱ俺もちょっとあったなあれ見てて、うん、あとやっぱバトルラッパー、まあ、全員そうだと思うんですけど、うん、負けん気がめちゃめちゃ強くて、うん、あー分かる、負けず嫌いなんですよ僕正直、うん、母の子宮は負けず嫌い、特に僕は結構個人的に付き合ってたのもあるんですけど、うん、なんかすごいそうですね、うん、だから最後もあの終わったで、ね、GO さんが、うん、そうあのちょっと場をまとめるんで話して、うん、一言なんか言ってくかっつったら、うん、で俺は多分バトルしただけだ、全力でしたよバトルしただけだっつって言い放って帰る、かっこいい。だってもうやからとかいっぱいいるわけじゃないですか、うん、もうそのもう、うん、なんかまあね、うん、友達、まあ、そのなんかその中でやっぱりそれを言うって母の子宮なかなか肝ったまがすごい、肝ったまがすごい、まあでもあと言うなれば結構正統派と、まあ、そうですね、そのでもそういう意味での組み合わせもいいよね、はい、コントラストがやっぱりあるとか、だから飛び道具同士だとまたやっぱそれはすごいし、うん、試合だし、正統派同士だともっとまともな試合になりすぎちゃうんだろうけど、こういうコントラストがある試合っていうのはなんかそれこそね今まであんまり見たことない人を見ても逆に面白いんじゃないかなと思いましたね。これの最大があれでしたね、サイモンジャップ VS 花の子宮みたいな感じ。ああそうですね、サイモン、ああね、その時は割と金髪だったし、そうだね、あれも名勝負ですね、名勝負です、はい、だから結構まあ花の子宮はその結構そういうベストアウトを作って負けてしまうんですけど、うんうん、でもなんか爪痕は残してる感じするよね。爪痕は残してるですね、うん、だからなんかどっかでね優勝、まだ優勝はしてないですもん。そうだから、うん、やっぱりもうタイトルが欲しいっていうのは本人の願い、なるほど、勝ちたいっていうの、勝ちたい、はい、まあそうですね、まあでもそう、やっぱでもそうですよね、うん、うん、まあ、ぜひじゃあちょっとあの罵倒もこれこちらそうですね、あの、うん、ザ・バトこちらの方キャスルレコードの方で売ってますし、うん、戦国オンラインショップでも売ってますんで、うん、ぜひあのご購入ください。であと罵倒もあの今年も年末グランドチャンピオンシップがあってずっと開催してますので、うん、母の子宮もついに復活するらしいので、なるほど、はい、あのそうじゃあまた注目ですね。注目、ゾーン君はもう昭和レコードから今パンパン、そうね、もちろん、はい、ゾーンとね、ゾーンですね、ゾーン、ね、アルバムね、代表版ですよね、代表版、はい、2人ともチェックしてください。はい、はい、じゃあというわけでそんな感じですこのコーナー、はい、MC バトル大一番おすすめ MC バトルのコーナーでした。取り扱ってほしいだったら取り扱ってほしいだったら下にコメントに書いてください、よろしくお願いします。